熱血中年の星。やけどするほど燃えてるぜ。さあ今日も熱血中年の星、ゲストは食の伝道師野田京子さんです。よろしくお願いします。お願いします。さて前回まで、はい、まあ、20代で出会いがあって結婚をされてという、はい、今度は20代から30代に突入するわけですけれども、うん、はい、実際のところどういう人生の流れというかご自分的に。そうね、あ、30代は本当に子育ての、うん、もう一生懸命でした。子育てに、あの、私たちは全国転勤でしたので、はい、あのとにかく核家族で全国転勤だから頼る人がいなかったんですね、でとにかく夫と私しかいないんですよ。で子供を育てていく上でもこの二人で何とかしなければいけないんですね。もう転勤族の奥さん方もね、はい、大変ですよね。で子供もやっぱりこう、あの、入院とかもありましたけれども、二人で協力し合って、あの、乗り切りましたね。でその中でどうしても、あの、自分のお小遣いが欲しかったんですよ。若いですしね、はい、ね、はい、もういっぱいいっぱいの生活の中で自分の洋服も欲しかったし、だから、あの、何か家の中でできる仕事はないかと、赤ペン先生をやったり、あの、丸付けですよね、構成とか、はい、それとか、あの、構成なんか週刊誌で構成をしたら月に4、5万稼げるとか、そういうのを見たらそれとかで、あの、しましたね、はい、でも、はい、構成はすごく合ってないんですよ。あの、性格すっごい雑だから。いや、そんなことないと思わないです。少々曲がってもですね、なんか送ってました。あ、でもなかなか合格できないんですよ。だから最終的にやっぱり私には栄養士という免許、この免許しかないと思って、1週間に、あの、それこそ2回ぐらい、はい、あの、産婦人科とか、それから小児科なんかで栄養相談に行ってました。子供を抱っこしながら、普通、あの、こう、転勤族だったりすると、はい、やっぱりキャリアを諦めたりとか。そうですね、未だにやっぱりそういうのは続いてるわけじゃないですか、その中でもこうご自分の道筋を、やっぱり、あの、栄養士の栄養指導するときが自分が一番落ち着くんですよね、でこれだったら自信持って人に伝えることができる、そう気がつきました。なるほど、ね、はい、ということは人生に無駄なことはないってことですよね。そうですね、失敗とかいろいろあるからこそ好きなものが明確になったりね、はい、でしかも、あの、36歳の時に、はい、あの、それこそ宮崎県の小林市に転勤になったんですよ。でその時に、あの、近くに小林西高等学校調理科っていうのを見た時に、私はここに行きたいと思いました。なるほど、はい、でそれから、あの、調理科の、主任として、あの、採用していただいて、40歳で初めて教壇に立ちました。40歳で教壇っていうと、はたから聞くと当時もですね、はい、結構遅咲きというと、そうですね、そうですね、でも自分では遅咲きだと思っても、社会はそうさせてくれないんですよ。いい話だ。やっぱり40歳の仕事を求められるんですね。なるほど。だから人生の中で一番勉強したのが40歳の時です。もう、あの、それこそ睡眠時間が2時間とか3時間とか、たくさん寝ても3時間だったですね。うわ、でもやっぱりその時の、あの、勉強が今の私の利用になって、どんなことでも、あの、動じない、そういった知識を身につけさせてくれましたね。なるほど。で、あの、それこそエグザイルの刑事とか、はい、それから、はい、大野雄太君とか、あの、小林西高の教え子ですね。でそれから、あの、西南学園に、あの、まあ、縁があって、あの、同じ私立ですけれども、そちらの方に、あの、やはり調理科主任として、あの、採用になりました。でそこでもやはり、あの、向田か小雪さんとか、それから、あの、あとですね、あの、あの帝国ホテルに2人も、この写真に載ってる、はい、はい、2人も、あの、入れたり、それから、あの、コンクールで日本一になったり、で私が、あの、それこそ西南学園に入るときに決めたことが3つあるんですね、はい、1つは帝国ホテルに入れたい、はい、もう一つは日本一に調理、あの、料理コンクールで生徒を入賞させたい、三つ目は自分の母校に行かせたい、でも三つ目だけは叶わなかったです。私が頑張っている以上に自分の母校も頑張っているって、いつも自分の目標であり
でも自分が頑張ってるから向こうも頑張ってるからなかなか追いつかないんですよね。そういうあのやっぱり自分の母校っていうのはあの誇りですね。はい、いいですね。じゃあ40代は勉強で、はい、50代っていうとどうですか。50代はですね、うん、もう娘のそれこそあの、はい、ことで悩み苦しみあのもうプライドの塊でしたから私は一つ一つあの肩の荷物を下ろしていって最後に残ったのが2つ母親としてどう生きるか人としてどう生きるかやっぱりここが大きな最後に残った2つですね。でその時にあの生徒の接し方もガラッと変わりました。今までは専門教科を教えるっていうあのことに一生懸命だったんですけれども、はい、専門教科を通じて私の生き様を見てもらいたいそういう気持ちになった時に初めて生徒とあの一体になったような気がしました。そして娘ともやはりこうあのやはり娘は人生の先生ですね。本当にあのいろんなことを教えてくれるしいろんなことを考えさせられるしやはり私にとっては宝です。勉強になる話今日はいっぱい聞きますね、はい、この後はまた次のショーで。